しかしこいつは俺には見えない何かを見ている。生き方を教えてくれてありがとう。お前は暴力を信じている。あったかいだろ。それでも私はあの時の奇跡を信じている。私はただそばにいるだけでいい。ケニー、それ以上ウーリを侮辱すればてめえの頭が半分減るぜ。行くぞ。ツケを払ってもらわねえとな。その後、その後はどうする。エレンはどうするんだろう。また私たちを置いてどこか遠くへ行ってしまうのかもしれない。でも私にはそれを止めることができない。みんな何かの奴隷だった。エレン、あいつでさえもこいつを許してやってくれないか。向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。こいつは悪魔になるしか